はい、奥が終わって、枝片付けましたので、最後の一本になります。でこれまだ苗で、そんなにね木がボサボサっていうかね伸び放題になってないので、これはいくらか剪定っぽいやり方になります。もう今まではね柿を鳴らせるための剪定ではなくてね、どちらかというと、まあ、その前段階でね、なるべく樹高を低くして収穫しやすくするための剪定なんでね、今回はちょっと剪定らしい剪定になるのかなと言ってもね、まあこの枝もこの木もまだねそんなに、立ってないんで、切る量が少ないです。ちょっとこれ邪魔だな、これ切っちゃおう。よいしょ。で、まず内側に向かって伸びているねこういう細かい枝を切っちゃいます。よいしょ、これも切っちゃおう。で1本、今のところ2本ですね、なんとか取れそうなのがね、どうしようかな。1本2本、あまりねこの向かっている後ろ側、こっちの側へは伸ばしたくないんで、これも切っちゃいましょう。ちょっと木がいびつな形になっちゃうんですけど、まあしょうがないな。よいしょ。まあこの中、まあ2本から3本仕立てにしたいと思うんですけど、1本2本、あとこれどうしようかな。これがもうちょっと強ければいいんですけどね、どうなるか。よいしょ、よいしょ。はい、これも、枝がかぶってしまいますので切っちゃいます。これも切っちゃいます。あれあれ、ちょっと残り逆でしたねよいしょ、反対に入れちゃいました。よっこいしょ。まあまだねこれ 細い枝なんでね、いいですけどね、太い枝ですと噛んじゃいますよね。よいしょ。とここら辺も切っちゃいましょう。とこれ反対側行った方がいいかな。うっと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 。この枝はね先にね、やっぱり柿の木があるので重ならないようにこれも切っちゃいます。よいしょ、よいしょ、はい、あとこれも切っちゃいます。もうこの幹の半分ね、こちら側はもう全部切っちゃいます。これでだいたいいいかな。これも上に伸びるんでこの枝も切っちゃいます。まあ今年もなんないでしょうからね、まあなっても数個程度なんで思いっきりやっちゃいます。と上に伸びようとしている、あれどこやったかな、あれさっきどこへや、あ、ハサミが落っこってましたポケットから落っこっちゃいましたね。じゃあ剪定バサミで、ちょっと上に伸びようとしている枝をちょっと切ります。よっこいしょ、よっこいしょ、よいしょ。あ、折れちゃいましたね。柿はね枝弱いんでね、無理に曲げるとこういう風に折れちゃいます下からやっちゃいました。つけたね。よいしょ、いででででで
まあ逆にね、まあ一本取りたいときはこういうふうに無理やりグッとやると枝はね折れちゃいますんでね、楽っちゃ 楽だけどね。はい、行きます。よいしょ、よいしょ、上に伸びようとする枝を切りますと、よいしょ、うん、なんかね、だから今のところね、実を鳴らせるための剪定ではなくてね、ある程度の形を取るための剪定になっちゃいますね。よいしょ、よいしょ、まあ、今年のね、秋あたりからはねちょっとまともな剪定やれると思うんですが、これも切っちゃおうか。ちょっと貴重な枝なんですけどね、いや切っちゃえ、まあ、下から強い枝が出てくるでしょう。まあこんな感じでね、木3本、うん、駆け足でやってきました。もうちょっとちっちゃくしてもいいのかな。まあ今年の秋、やります秋以降ね、もうちょっとちゃんとした形になるようにやっていきたいと思います。この次はね、梅の剪定になります。一旦ビデオを止めます。